ご報告があります。引っ越し。結婚したの？あ、でもそれにちょっと近いかな。本当に？ちょっと近い。ああ、じゃあまあ皆さんにご報告からまず行きましょうか。すいません、なんかお時間を、うん。いやいや、大丈夫ですよ。させて、ね、なんかいただいてしまって。くだらないことだったら許さないから。あの、帰っていいですか？もう恐ろしくて言えないんですけど。何ですか、以前からお話ししていました、はい、まあまあ報告なんですけれども、はい、まあ家がなくなって。あれ？それ引っ越しの方じゃないの？あ、まあご報告もそうなの、まあ、ご報告の方もそうなんですけど、はいはい、私事ではありますが、はい、私、西山幸太郎は、はい、同事務所の先輩、江口拓也さんと、一緒に暮らし同棲中ということで、はい、同棲することになりましたことを、ね、ご報告いたします。これにね、なら本当この件に関して、はいはい、皆さんに多大な迷惑とご心配をおかけしましたので、あの本当この場を借りて、はい、ちょっとご報告させていただきました。本当申し訳ありませんでした。そして本当にありがとうございます。これからは家庭に入るということで、そうですね、お仕事の方は続けていく感じで、仕事もお互い続けながらやっていって、ね、お互いサポートし合えたらいいなとは思っていますね。ちなみに慣れ初めなんか聞いても大丈夫ですか？慣れ初めはですね、居酒屋だったんですよ、最初は。居酒屋で、僕が、実は家がなくなりましてっていうことを、はいはいはい、ちょっとケラケラと、笑いながらね、はい、言ってたら、そこに、前の席にいらっしゃったんですよね。はい、江口さんの方から、うん、俺んち来いよ。だったら、俺んち来りゃいいじゃん。そっちの方が楽っしょ。実家から通うのなんてさ、っていう風に言っていただいて、で、僕もその時正直戸惑いましたよね。はい、うん、まさかそんな、先輩の家ですしね。まあね。そんな、同棲なんて、みたいなことを。むしろ、僕、そもそも人と一緒に暮らすっていうことが、うん、まあ、できないだろうな、苦手だろうな、と思っていたので、うん、その時は一度お断りをさせて。あ、そうなんだ。はい、いや、そんなさすがに、いや、でも、悪いですよ、どうしよう、みたいな感じのとこだったんですけど、うん、まあ、一週間ぐらい、しっかり自分の中で考えて。お返事をね。そうですね。したわけですね。住まわせてください。工夫に。一緒になってもいいですかっていうところを言いまして、そしたら、本当に、いつからにするっていうふうに言って、うん、で、この前、はい、家に着きまして、うん、まあ、初日だったかな、うん、初日の日に、ふって、目の前に鍵を渡されて、うん、合鍵を。お前自分が笑うなよ。合鍵をね、はいはい、渡していただきまして、それでそこから全ては始まりました。オープニング映像がパッとこう流れ始めて。汚ねえドラマだな。順調です、かなり。どのくらいですか、もう現時点で1週間ぐらい経った。1週間ぐらい経ったんですけど、今までなんかそういうの多分できないなと思ってたんですけど、うん、もうとにかくね、僕今まで、何回も言ってますけど、なんか、自分のことを甘え上手だと思ってたんですよ。うん、ほうほうほう。なんかこう、おねだりというか、はいはいはい、これちょっと貸してくださいよとか、これいいですかみたいな感じでやろうと思って、この、できるやつだと思ってたんですけど、うん、もうあまりにも江口さんが優しすぎて、うん、なんかもう、それすらも、できなくなるぐらいなんですよね。あ、全部向こうから、与えてくれるんだよね、もうすべてを、こうしていいわ、ああしていいよとか、洗濯機とかも自由に使っていいからとか、なんか靴下、下着とかも全部自由に使っていいからみたいなことを言ってくれて、あ、今日も二つとも、江口さんの、パンツもそうですね。何やってんの？いや、なんか、いや、ほん、いいよって言うので、いや、いいよって言われて、使う方も使う方だよね。割と。優しすぎるから。ああ、そういうことか。向こうが。パンツ。いや、でもなんか、僕も言ってないんですよ、うん。言ってないですよ。自分で持ってきたパンツもありますから、ちゃんと、洗って回せばいいんですけど、まあ確かに、履いてることは言ってないですね、まだ。そうなの？しっかり、今日履いてますっていう。へえ。でも、ちゃんと、そのパンツの中の、うん、多分、まあ S 級からね、はいはいはい、まあ、一番下まであると思うんですよ。普段履いてないやつ。もう奥の方から撮りましたね。もう、サイクルで回ってないであろうところから撮って、それ履いてるので多分気づかないとは思うんですけど。
いやでもかなりね本当にね楽しい。ああ、まあ面白いだろうね。で誰かがいたりとかなんか、うん、あの一緒になんだろうな、なんか宅急便とか来たりするんですよ。ほう。うん。で、あの僕が、まあお風呂から上がって、うん、で1階、まあ1階と2階があって、まあロフトみたいになってるんですけど、あの1階に、あの化粧品、化粧水、うん、化粧水忘れちゃって、うん、顔カピカピになるなと思って、うん、ちょっと江口さんの借りちゃおうかなと思って、うん、黙って、黙って江口さんちょっとお借りしますって言って、やった瞬間に、あの、江口さんが、ねえみたいな感じ聞こえてきて、うわ、やばい、バレたと思ったら、美味しいカレーうどん届いた、とか。いや、なんか、のろけ話ですよね。いや、全然そんなことじゃないんですけど、なので、あの、昨日も深夜にカレーうどん二人で作って、うん、あ、じゃあ昨日に関しては、あの、はい、江口さんの親友にもご挨拶させていただいて、はい、あの、江口さんの親友が家の近くに住まわれていて、うん、で、そこで、あの、3人で、うん、あの、始めましてということで、今一緒に住んでるものです、ということで、ご挨拶させていただいたりしましたね。いやいや、本当に、うんうん。いっぱい干してるじゃないですか、うん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 。それを、あの、僕が最初やっちゃったんですよ。うん、あの、靴下を、うん。そしたらその後、江口さんが、ああ、俺、あの、靴下一気に取るの好きなんだよね、って言って、果物収穫するみたいじゃんって言って。何洗濯に果物収穫する楽しみ見出してんだろうでもそれを、うん、何言ってんだろうなと思ったのに、香水つけるじゃないですか、自分に。江口さん。だからで、僕たち一緒に寝てたんですよ、同じベッドで。え、何今からやる気になってんのみたいな、すごい思ってて。え、なんでやる気にはなってねえよ。すごい。違うわ。本気出すじゃんみたいな。本気出すじゃねえよ。すごい。寝るときには、ね、そうそうそう、いい匂いで寝たいの、まとわれたいじゃんって言われて。そうそうそう。あ、確かになって。だから今、寝る前にシュッシュってやる気持ちはちょっとわかるな。その前から江口さんから、お風呂がすごいんだっていうふうに話を聞いていて、パイセンの、はい、あの、お家のお風呂って、あの、窓がついてて、はい、リビングから見えるんですね。エッチー、作りがエッチー。すごいですよね。スケベな成功者の家。そうそうそう。すごいんですよ。スケベな成功者の家やめてもらっていいですか侵害です。あの、そしたら、あの、窓がついてるんで、僕もね、まあ、見るわけですよね、パイセンのことを。まあ、こっち、入浴中なんですけど、あと、裸っていうことになるんですけれども、裸のまま、パイセンが、そのリビングにいるので、パイセンっていう感じでこう、手を振ったら、そしたらパイセンが、ガチャ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 みたいな感じで、怖い怖い怖い、入ろうとしてきて、ゾッとして、呼んでない呼んでないみたいな。難しくなってきた。違うんだよ違う、どっちにも問題がある。コウタロウは、その話持ってて、持ってんの、こいつ持ってて。持ってんの、たびたびこうやって、全裸で、まあ、もう、全裸を見せつけながら、まあ、手振ってくるわけですね。いや、もういいよ、いいよとかやってるんですよ。でも、やっぱしつこくこうやって見てくるわけですよ。でも、うるさいなーって思ってたら、パイセン？パイセン？お風呂の方から聞こえてくるんですよ。ちょっと待って、なんであいつ呼んでんの、なんかあったかなと思うわな。なんかあったかなと思うから、急いでタッタッタッタってやって、開けようと思ったら鍵閉まってる。で、もうなんか光太郎はもう何も反応しない。キャッキャッキャッって。パイセンもそこでキャラ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 笑ってて、開かないことに対して。開かないじゃん。ふざけんなよって言いながらこう。さつまりこを。そうそうそう。そうです。なんか、まあ、食べ始めてたんですよ。はいはい。それ見てたら、食べますかって言われたから、いや、俺はお菓子食べないって、うん、あ、そうなんですか、うんうん。え、じゃあこれなら食べますかって言って、うん、なんか急に口に加え始めて、うん、うん、みたいな、うん、ポッキーゲームのあれですよ。うん、やり始めて、うんうん、いや、そういう問題じゃない。うん、あ、そうなんですかって。で、そこで諦めたと思ったんですよ。うん。うん、したら、うん、まあ、その後ね、隣に座り始めたんですね、ソファーのね。はいはい、で、ずっとそのさつまりこ食べてたんですよ。ずっとね、もぐ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 、ずっとカリ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 。はいはい、うるせえなと思って、はい、ちょっと食べ過ぎじゃないって言ったら、ピタリと止まって、こっちを見て、ゆっくりさつまりこを、シャク、シャク、シャクって食べ始めたと思ったら、急に、手のひら、自分の手のひらの上に、
出し始めて、その、シャクシャクしたやつを。シャクシャクした。シャクシャクしたやつを手のひらの上に出し始めて、僕の方に、これなら食べられますかって。ねえねえやばいよ、これもう仕上がりすぎだろ、ちょっとな一声かけ目で、これ食べますかで、断らないですよ、普通は。ああ、うん、じゃあ一個だけもらおうかなってなるじゃないですか。にもかかわらずだったので、江口さんのためを思って、ためを思ってじゃねえ。これなら食べやすいかなっていう思いだったんですよね。マジでやべえよな、うん、そう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 。本気で引いてます？いや本気もしかして、まあまあ本気で弾いてたらここでねお披露目はしないですけど、こんなやばいエピソードとしてはね。